これも何もかも完全に失った私に対して少し寛大すぎるわよね。一体何が目的なの？何を言っているのよコッコドール。いえアンペティフ、私たちは仲間じゃない。えっはは本気で冗談抜きで聞くわ、あなた本当にヒルマ？ヒルマシグネウスよね？ヒルマの皮をかぶったモンスターとか言わないわよね。そんなに変わったかしら。しょう。ねえお嬢ちゃん、ぼこんなところで何をしているの？おばさんがこの館で一番偉い人ですか？違う、そうだよ、私がこの館で一番偉いんだ。そうなんだ、よかった。助けて！コッコドールを助けられなかったわ。仕方がない、ただ死ぬわけではないから、これは洗礼と思うべきなんだよ。彼も分かってくれるさ。そうね、ありがとうございます魔導王。